江南大学知能情報学部の北村達也と申します。この動画では滑舌・発声の改善を支援するシステムについてご説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは全国の2000名を超える大学生・大学院生を対象にして発話のしにくさの自覚、これは発話がうまくいかない感覚のことを意味しますけれども、その調査を行いました。ここで、緊張でうまく話せないケースや医学的な問題があるケースというのは除外し、あくまで日常的な発話、会話がうまくいかないということを調査しています。その結果、この右の円グラフにありますように、約 31% の学生が、どちらかといえば発話がしにくい、もしくは発話がしにくいと思うというような回答をしています。これは非常に大きな数字だと思っております。で、この 31% の内訳を見ますと、女性よりも男性、高校時代に文系だった方よりも理系だった方の方がそのような自覚を持ちやすいということも分かりました。そしてこのような悩みを抱える方の9割以上がその改善を希望しているということも分かりました。こういった状況は大学生だけではありませんでした。30代から60代の男女計800名を対象にした調査でも同様の傾向が得られました。この棒グラフはですね、横軸が発音がうまくいかないことがありますかということに対するこの右のこの5つのですね、回答の割合を示しています。ある、どちらかといえばあるというふうに回答された方はこの黄色で囲んだ部分ですね、でして、どの世代でも2割ぐらいの方は日常的に発話がうまくいかないと感じていらっしゃるということが分かります。発話がうまくいかなければ日常生活でも不便ですし、学業や仕事でも不利になります。そこで私たちは簡便でかつ効果的効率的な発声発話訓練法と、それを支援するツールが必要だと考え研究を行っております。左の図は私たちがですね、人の発声に関わる器官というのを示しています。このうちですね、滑舌に関わる部分というのはこの丸で囲んだ部分で、舌や顎の部分、このあたりということになります。この訓練にはですね、もちろんさまざまな方法があるわけですけれども、中でも、この細いペンやですね、割り箸などを前歯で挟んだ噛んだ状態で、訓練する、我々顎運動制約法というふうに呼んでますけれども、この方法がですね、効果的です。この訓練法はですね、アナウンス学校でも利用されていまして、例えば我々の調査では3分間ほど練習するだけでも、音声の明瞭性が改善するということが分かっています。一方ですね、声の元となる音源を作り出すのはこの青で囲んだ声帯と呼ばれる部分でして、この改善にはチューブ発声法というこの訓練法が世界的にも広く利用されています。この方法ではですね、ストローを加えまして、そのストローにですね、と声を吹き込むような感覚で発声を繰り返します。で、この訓練によって発声が改善するには数ヶ月にわたる訓練が必要です。私たちはこの2つの訓練法に着目して、その効果を高めるシステムの研究を行っています。まずご紹介するのが顎運動制約法の訓練を支援する滑舌訓練アプリです。このシステムはですね、プロセッシングという開発環境と OpenCV という画像処理ライブラリを用いて開発しました。顎運動制約法による訓練の際には細い棒を加えることによって顎の動きを制限するわけですけれども、それ以外の部分、舌や唇、そして頬などはしっかり動かす方が良いです。
このアプリはですね、それを促進するためのものでして、訓練時の表情筋の動きと声の大きさをリアルタイムでフィードバックします。では訓練中の動画をご覧ください。この黄色の線はですね、オプティカルフローと呼ばれるものでして、フレーム間、画像フレーム間の動きの方向と大きさを表しています。で、この黄色の線が長くなるほど、表情筋が大きく動いているということになります。で、上のレベルメーターはその動きの総量を表していまして、それが、まあ、ある一定の時間、色位置を下回りますと、先ほどちらっと出ましたけれども、もっと口を動かしてというふうなメッセージが出ます。また一方、声の大きさが足りないと、もっとしっかり声を出していったようなイラストのフィードバックが出てくるというわけです。この滑舌訓練アプリを用いることによって、3分間の練習でも音声のメリハリ、つまり滑舌が改善されます。我々の実験で収録した例をお聞きいただきましょう。まず訓練前の音声です。この価格は企画価格か駆け引き価格か。で、訓練後の音声ですね。この価格は企画価格か駆け引き価格か。まあ、お聞きいただいて、かなり滑舌が改善したということがお分かりいただけるんではないかというふうに思います。次はチューブ発声法の訓練を支援するシステム、スマートチューブをご紹介します。チューブ発声法では、訓練時に唇などで声の振動を感じるように指導されます。しかし、その振動感覚は本人にしかわからなくて、指導する側からは、まあ、もちろん見えないしわからないわけです。したがって、まあ、従来の、というか現在の訓練は、まあ、主観的、感覚的なものにならざるを得ませんでした。で、スマートチューブはストローに取り付けた加速度センサーによって、その振動を計測し、大きさや、あとは声の高さといったものを LED の光、色を用いて、フィードバックします。で、このシステムは Arduino というマイクを用いて実装されていますので、パソコンなどを用いるシステムと比較して、大変、安価に、構築されています。では実際のシステムの動作をご覧ください。これがスマートチューブ一式です。この白い箱がスマートチューブ本体、そして、これがストロー、ここに LED ライト、そしてここに加速度センサーが固定してあります。そして、これがモバイルバッテリーで、モバイルバッテリーから電源を供給して使うことができます。電源を供給すると、このように光がまず起動をしに光ります。システムを使ってみます。このように、振動の強さに応じて、光でフィードバックをします。いろいろな強さで吹いてみます。強すぎる場合には、ご覧になったように赤く、もしくは黄色く点灯します。以上です。はい、まあ、このように、ストローがですね、まあ、ネオンのように、きれいに光るということで、見た目にも楽しくフィードバックできますし、振動の程度がですね、ランプの色やその光るランプの数によってわかるというわけです。で、このスマートチューブはですね、すでに実際の患者さん、の指導に用いられていまして、効果があることが確認されています。企業の皆様へということですけれども、滑舌改善アプリスマートチューブ、先ほどご覧いただきましたけれども、ご覧いただきましたようにプロトタイプというのは完成しまして、訓練効果というのも実験、実証実験等によって、確認されています。で、滑舌改善アプリに関しては特許取得済みで、現在、計算コストを低減するための検討というのを行っております。
で、スマートジュープに関しては、その訓練状況をクラウドで、管理して、状況に応じて、ユーザーに自動的にメッセージを送るような LINE ボットというのを開発しようということで研究中です。で、最初に申し上げました通り、世代を問わず健康な人の2割から3割が、何らかの、ある程度以上、発話に悩んでいます。スマートフォンのアプリというのようなものを開発することができれば、そしてそれを事業化すればですね、その健康な人の2、3割の、一定の割合の方が、にご利用いただけるんではないかというふうに考えておりますので、収益が見込めるんではないかと我々は考えております。本研究に関する特許、問い合わせ先はご覧の通りです。どうぞよろしくお願いいたします。